はい、CS ダイアリーエピソード27ということで、今回紹介するのは UQ コントロールになります。デッキ制作者はシキボロフですね。ウィナーズ CS 優勝です。このデッキタイプはですね、今まで出たどのデッキとも違いますので、初見殺し性能はバッチリです。というわけで、まあ、デッキのコンセプトを解説していきましょう。これはですね、まあ、基本的に言うとコントロールデッキですね。ブレインタッチ、ジェラシーベルを使って相手の手札をハンデスしながら、相手の盤面はデモンズライトやオリオティスジャッジ、偶発と弾幕の要塞を使って綺麗に焼いていきます。で、最終的にですね、ジョリーザ・ジュンにぶん投げで勝つっていうデッキなんですけど、まあ、とっととね、デッキの枚数とか解説していきたいなと思います。というわけで、まず左上、ブレインタッチですね。キャントリップ持ちのハンデスということで非常に優秀なんですけど、要はですね、まあ、自分の手札の枚数を減らさずに相手の手札を落とせるっていうのがやっぱポイントですね。下にジェラシーベルが控えてるんですけど、ジェラシーベルって自分の手札を1枚切らないといけないので、その前にハンデスする際にあんまり自分の手札減らしたくないんですよね。なので、その点、ブレインタッチっていうカードは非常に都合がいいです。隣デモンズライトが4枚ですね。相手のウィニーを焼きながら自分の手札補充ができるということで非常に優秀なカードになっております。で、下、ジェラシーベルが4枚ですね。自分の手札を1枚切る代わりに相手は自身で手札を2枚選び捨てるということで、まあ、数落とせるハンデスですね。ブレインタッチから繋げると合計3枚ハンデスできるので、これめっちゃ強いっすね。あと何気にシールドトリガーなので、相手のバスターみたいなデッキが攻撃してきた時に、まあ、ジェラシーベルとか踏んでもらうと、開始オリオティスジャッジで盤面飛ばした時に、相手の場と手札に何も残らなくなるので、これはこれで非常に強いです。というわけで、隣オリオティスジャッジですね。これまあ逆でもいいですね。シールドからオリオティスジャッジ踏んで、開始ジェラシーベルでも OK。まあ要はこの組み合わせをバスター相手にすると、バスターは本当にもう何もできなくなるので、このロックは非常に強力です。で、その下、サイバーダイスベガスが4枚ですね。主な仕事は、隣の偶発と弾幕の要塞を打つため。ただですね、まあ、一番下の方にもあるんですけど、ガローズホールとか高根号、あとブルーホワイトホールも打てるので、何かと仕事量は多いです。で、偶発と弾幕の要塞ですね。かなり特殊な効果してます。山札上から順番にめくってって、クリーチャー出るまでめくり続けるんですよ。で、出たクリーチャーのパワー未満のクリーチャーをすべて破壊するということで、まあ、このデッキ見てもらえばわかるんですけど、クリーチャーが有給かジョリーザ上にしか入ってないので、パワー8000未満か1万9000未満のどっちかを焼くことができます。まあ、これジョリザジョニー上めくると大興奮ですね。相手の盤面はもう間違いなく全部飛ばせますから、まあ、これは非常に強いカードですね。というわけで、その下ジョリザジョニー上ですね。さっき言った通り偶発弾幕の要塞のために4枚入ってるといった形です。まあ、あと単純にこのデッキはこれを出して勝つのが基本的な勝ち筋になってくるので、まあ普通にあった方がいいよねっていう感じですね。で、隣ですね、UQ を滑るものフォーエバープリンセスということで、まあ、偶発と弾幕の要塞で山札ゴリゴリに削れていくので、まあ、それを UQ 使って回復するといった形になります。この辺は UQ 弾幕っていうデッキタイプにもあるんですけど、まあ、要は弾幕と UQ を使って山札回復させながら相手のクリーチャーを飛ばし続けるっていうデッキタイプですね。このギミックが採用されています。というわけで、まあ、隣、ゴーストタッチが2枚ですね。まあ、序盤のハンデスということで採用されています。まあ、ゴーストタッチ、ブレインタッチ、ジェラシーベルで繋げると、ほぼほぼ相手の手札はなくなるかなと思います。で、隣、裏切りの魔老月下除外1枚ですね。まあ、こいつはもうお化けですね。まあ、このデッキ多色枚数かなり多いですし、普通に打ってもらって3枚ハンデス使うのに使ってくれればなと思います。で、隣、魔天降臨ですね。このデッキ、さっき言った通り、数落とすハンデスなので、魔天降臨との相性は非常にいいですね。手札がなくなったところで、マナを全部手札に回収させることによって、マナを実質消すと。まあ、いうランデス効果があります。で、ガローズホール1枚ですね。まあ、サイバーダイスベガスで打つと非常に強いカードですね。普通に手打ちでガローズホール打った時にバゴンパンツァーとか出してリソース補給しに行くのも強いと思います。で、高根号が1枚ですね。こいつですね、まあ、全部タップするっていうホーリースパークみたいな効果を持ちながら、もう1個ですね、ワンドローした後にコスト5以下の水または光の呪文を唱えれるということで、まあ、オリオティスジャッジや、グーハソダマグの要塞、あとジェラシーベルも唱えれるということで、非常に幅広い選択が可能です。で、岩渡り地獄が1枚ですね。まあ、このデッキ、グーハソダマグの要塞でほとんどのクリーチャー吹っ飛ばせますので、まあ、岩渡り地獄に頼りきらなくてもいいということで、1枚入ってるだけかもしれません。多分、色合わせだと思います。非文明がこれで12枚になるので、多分そういう意味で入ってんのかなと思います。で、隣、ブルーホワイトホールが1枚ですね。これなんかめちゃめちゃ強いらしいですけど、その手札から1枚縦埋めれますので、まあ、これでオリオティスジャッジだったり、サイバーダイスベガスだったり埋めてもらうっていうのがやっぱ強いのかなと思います。で、最後、天使と悪魔の墳墓ですね。まあ、このカードは普通に強いですね。刺さる対面には非常に刺さります。最近のデッキとかよく 4×10 に近い構築が流行ってますので、この墳墓の通りは非常にいいかなと思います。というわけで、まあ、解説でした。ブログの方にもまたまとめてありますので、ぜひご覧ください。では。